どっかに楽で時給いいバイトってねえのか。スネロー、後で払うからちょっとスーパーでお肉買ってきてくれる？へいへい。じゃあスーパーまで頼むわ、トニオ。こいつは同じクラスのトニオ、俺の射程でタクシー代わり。ん？はぁ、そういや俺全然金持ってねえんだっけ。一回帰るか。お、トニオとスネローじゃん。よう、何やってんだお前ら。あれ、ジャイタこそバイトの日じゃなかったっけ。店長があんまうぜえからレンガでちびっと肋骨折ってやったらいきなり首を。そんだけでやめさせるか普通。いや、お前が異常だろ。こいつも同じクラスのジャイタ、かなりのヤンキー。こっちは時給650円で頑張ってんのにだぜ。ま、次のとこ一緒に探すべ。そうだな。もっとこう一発でドカンと稼げるいいバイトってねえのかな。トニオ、おめえなんか知らない？いいバイト一個ありまちゅよ。いいかどうかはわからないでちゅけど、一瞬で100万円稼げるバイトでちゅ。一瞬で100万？マジ？ほんとでちゅ。仕事内容もめちゃくちゃ簡単、誰でもできまちゅ。ちょっと一瞬ボタンを押すだけでちゅ。は？それだけで100万？このボタンを押した瞬間、感じないレベルで微弱電流が流れてワープするんでちゅ。ワープして5億年間ずーっと一人でこういうなんもない空間でただひたすら生きてろってバイト、やりまちゅか？100万円のために本当になんもない空間なので、意識とかはっきりしてて眠ったり死んだりできないの。でも終わった瞬間に元のやるって言った場所に元の状態で戻れるの。時間も体も元の状態、記憶も消されて。え、何、もう終わったの？一瞬で100万じゃん、ラッキーとかやるくらい5億年分の記憶が消されるの。その人には一瞬で100万円稼ぐ気分。でもやってる最中は5億年は本当に長いんでちゅ。何にもやることなくて、はっきりした意識で5億年の時間を味わわなきゃいけないの。5億年間ずーっと一人で何もしないでぼーっと。でも終わった瞬間記憶消されて元の状態、そんで100万、実際には一瞬で100万円稼ぐ状態っていうバイトがあるんでちゅけど、やりまちゅか？じゃあ俺やりますわ。おい、やるんかい。わかったでちゅ。ここに今それをするスイッチがあるでちゅ。本当にやるんでちゅか？おう、それ押すと始まるのか？あ、そうでちゅ。おい、5億年だぞ、5億年。100万円だろ、絶対やるだろそりゃ。やらねえよ。おーし、はい、100万円出てきたでちゅ。あれ、壊れてんのか？何も起こんねえじゃん。すげえ、マジ100万。ジャイタ、どんな感じだった？ただボタン押しただけだけど。おお、マジくれるのこれ？実際には5億年経験してるんでちゅよ。もう一回やってみまちゅか。あ、おお、やり、200万ゲット。え、ちょっと待て、ジャイタただボタンを押してるだけじゃん。ずるー、俺にもやらせてよ。よっしゃ、200万円。これ押すんだよね？そうでちゅ。よし、まずは100万。何も起こらないと思っていたその瞬間。何この感覚、あれ、意識が飛んでくる。なんだこれ、これってまさか。5億年スタート。やっべー、やっぱこうなるのかよ。ああ、マジで5億年？嘘だろ。スネローの5億年の認識はまだ甘かった。
最初のうちは周りをうろついたり、走って出口を探したりしていたが。出口どこにあんだよ。行けども行けども同じ風景が続くだけじゃねえか。スネローは走り続けた。疲れたら休み、また走った。結局丸3日走ったところで出口などないという簡単な事実がようやく分かったようだ。おいおい、わけわかんねえぞ。一体何が起こったんだ。親父や母ちゃんは心配してんのかな。俺一体これからどうなるんだろう。帰りてえよ。家族のことや友達のことを考えながら最初の1週間を過ごした。3ヶ月後、この場所がものすごく長期なものということにだんだん気がつき始める。お腹も減らないし特に苦しくもないが、なんか漠然とした恐怖が襲ってくる。なんか寂しく、遠くを見てこれからの生活に悔やむ。半年後、ポン、あ、左手の勝ち。一人じゃんけんを開発。この場所で前向きに生きようと努力。一人でできることをコンセプトに時間つぶしを追求しまくっていった。ある時は抜いた歯を投げ、自分でまた探しに行くという寂しい行動をし続け、またある時はしりとり、リンゴ、ご飯ですよ、一人しりとりを遂行し、夜型人間、あーんがついた。ある時はタイルの溝からはみ出ないように歩いてみたり、溝を指でなぞり続ける日もあった。毎日とにかく暇を潰す。何かをしていないと本当にやることがない。気が触れてしまう。飽きては開発し、飽きては開発しを何度となく繰り返した。そして1年後、あら、もうやめてよスネロー。いいじゃんいいじゃん、ダメだよこんなところで。大丈夫だって。ダメだったらダメダメ。行き着いたのが妄想ワールド。これはしばらく続けていたが虚しいだけだった。その後40年、スネローは何もしなくなっていた。何度となくボタンを押した自分の愚かさを後悔する。現実で生きてた時間より大幅にこっちで生活していた時間の方が長くなってくる。もう十分途方もない長い時間の辛さが分かったようだ。そしてここに来てから100年間後、だいぶ長いこと生きたな。あと何年くらいこうしていればいいんだろう。あと4億9999万9900年。頑張れスネロー。そしてまた途方もない時間が流れる。来てから12066年、スネローはもはや考えるのをやめていた。でも死ぬことはもちろん、意識を失うことはできない。12066年間、時間を1秒1秒じっくり認識させられながら生きている。また限りない時間が流れる。5409272年目のある日、突然スネローの頭に哲学的な疑問が走った。本当はこっちが現実なんじゃないのか。一体ここはどこなのか。宇宙の中なのだろうか、それとも宇宙以外の場所なのだろうか。俺は前いたところになんで戻りたいんだ。昔いたあの場所って一体何だったんだ。俺は昔何も考えず普通に人間社会の中で生きていた。だけどそこは一体何であり、どういうところなのか俺は知らねえじゃねえか。だいたい宇宙って一体何だったんだ。そしてそんなわけわかんねえ宇宙の中の地球の表面で生まれてちょこっと生きて死んでいく俺という生物の存在は一体何なんだ。スネローは考えた。幸運にも彼には
考える時間が腐るほどあった。ペンの代わりに抜いた歯を使い、休むことなく考えた。毎日毎日、10年100年1万年、真理を追求すべく徐々に自分なりの自然科学、物理生物学を導き出していく。何度も何度も間違い、その度さらに精密な形を生み出し、2000万年、すでに人類の英知をはるかに超えた発想と理論の枠で彼は真理を追求していた。1億2316万9649年、彼は宇宙を理解し、何か悟ったらしい。そして3億7683万351年間、彼は空間と調和した。そして5億年目、彼は世界に帰る。記憶は消される。100万円出てきてまちゅよ。お、よっしゃ、現生100万、うひょー、ラッキー。やっぱ何にも起こんないんじゃん。本当にボタン押すだけなんだね。5億年経験してるんでちゅけど覚えてないんでちゅよ。おい、もう一回やらせろ。いくらでもいいでちゅよ。一瞬で100万円、めちゃいいなこのバイト。ほい、300万円。こんな割のいいバイト他にねえべ。一瞬で100万、やめらんねえってマジ。なんかやってもいいの？やりたければいいでちゅよ。じゃあ俺連打しちゃおっかな、高橋名人バリに。5億年16往復コース開始。